はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の逆関数丸4をお送りします。で、ずっとね、逆関数やってきたんですが、今回が最後です。で、最後は二次関数の逆関数求める問題3もやりますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらってね、ちょっと厳しかったり、わかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の丸3の時に分数関数やったんですよね。で、分数関数に関しては、地域求める変形と通常の変形。ちょっと2パターンやるからめんどくさかったんですけど、ここはもう普通に1個でいいです。オーソドックスに X と Y 入れ替えるために、まず X2 乗に変形しましょうと。だから、この状態で、まず変形します。X2 乗イコール、Y プラス Q と。で、後ほどちょっとこれ使うんですけど、一回このまま突っ走ります。で、2乗を取りたいので、2乗を取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートがつくと。まあ、二次方程式で昔やったやつですね。で、こうなる。で、ここで大事なのが、今、もともと X は0以上、つまり正なんですよね。だから、X は必ず正なので、X がマイナスになることはないんですよ。だから、X、これね、イコールプラスの方だけなんで、ルート、Y プラス Q と。で、ここであと X と Y 入れ替えればいいから、答えは、y イコール、ルート、x プラス q、インク。という感じで。で、終了と言いたいんですが、ここに変域が欲しいんですよね。で、変域を書くためには、こいつの地域が欲しいと。で、地域どう出すかっていうと、それが最初です。ここ。で、これ何かっていうと、今、x2 乗イコール y プラス q って書いてありますよね。x の2乗って当然2乗してるんで、こいつプラスなんですよ。2乗がマイナスになることないので。だから、この y プラス q も当然プラスになる。まあもちろん0もあり得るんで、ダイナリーイコール0は成り立ちますよね。x2 乗がこれと同じなんで。いいかな。ってことは、ちょっとね、省略した形で書いちゃいますけど、この部分だけ連れてくれば、q を移行したら、地域、すぐ出すことができます。こうやって。つまり地域が出たので、ここに添える変域のやつは、これを X に変えて、X ダイナリーイコールマイナス Q と。これで終了となります。まあ、最後ね、ちょっとおまけでこれやんなきゃいけませんけど、でも変形2個やってるよりは簡単なんでね、こんな感じでやってみてください。で、グラフに関しては3枚ちょっとね、動画長くなっちゃうんですけども、サクッと書くと一応ね、あるじゃないですか。で、こいつ、グラフはもともと y イコールルート x。ちょっと前にやった無理関数ですね。ルート x をこっちにマイナス q 平行移動してる。x 軸方向にね。だから、ルート x って本当はこう右上にヒュって出るんですけど、マイナス q してるんで、ここスタートで、まあ、こんなグラフになってるわけですよ。こいつはね。x がマイナス q 以上だから、まあ、そのまま OK だと。で、もともとこいつのグラフっていうのは y イコール x 2乗マイナス q なので、y イコール x 2乗っていうこの原点に通るオーソドックスな二次関数を下にマイナス q 下げたもの。マイナス方向、y のね、マイナス方向に。で、だからこの埋まったこの状態でこう書きたいんですけど、x が正のとこしか使わないので、こっち側はないんですよ。マイナス q スタートでこっちだけになる、こうやって。そうすると、こいつとこいつのグラフは y イコール x。に、対象になってますよね。ちょっと俺はフリーハンドなんで若干ね、ちょっと下の方がデブになりましたけど。まあ、こんな感じでちゃんと y イコール x に対象になってるよ、という感じでございます。これは残せないんで消します。よいしょ、いいかな。では2番もですね、同じようにやっていきましょう。まず変形していきます。で、これ、ちゃんと書くと2分の 1x2 乗、イコール、y プラス3ですね。で、まず2邪魔な、あと2分の1邪魔なので、全体に2をかけて、x2 乗イコール、2y プラス3とこう変えます。で、こっから、さっきと同じです。x の2乗を取る代わりに、プラスマイナス、ルートがくっつくと。こうやってね。で、今回は x が負です。まあ、イコール0も入ってるけどね。
これなので、マイナスの方だけ答えとして OK ね。X プラスならないんで。だから、X イコールマイナスルート2y プラス3とこうなります。で、ここまで来たら、じゃあ X とは入れ替えようぜって話なので、y イコールマイナスルート 2x プラス3とこうなります。で、さっきと同じ。これをね、出したいと。で、ここの状態でやってもいいんですけども、ここでもいけると。だって2分の 1x2 乗。2分の1くっついてますけど、x2 乗が正だから絶対。だから2分の1くっついても絶対こっち正だからね。つまり、この y プラス3も絶対正になると。で、この部分ね。を解くと、y ダイナリーイコールマイナス3となります。地域すぐ出せるので、これを x に変えて、x ダイナリーイコールマイナス3を添えておきましょうと。これで終了となります。いいかな？はい、ちょっと待って。ちょっと待って、ごめん。これ、絶対見てる人思ったよね。あいつ、大丈夫？ 6 なってないよみたいな。すいません。全部間違って、これだって2かけてんだから6だよね。ごめんよ。許して。こうですね。ごめんなさい、途中見てた方。って思ったと思うんですけど、これが正解でございます。失礼しました。よし、最後行きましょう。で、最後ちょっとだけめんどくさいんですけど、まずこれですね。変形します。まあ、変形するというか、これ、このまま持っていくと、普通にね、右辺と左辺入れ替えるとこうなんですよ。で、俺ここのマイナスがちょっと嫌なので、全体にマイナスをかけます。そうすると、プラスになって、マイナスになって、こうなりますよね。で、左辺を無理やり因数分解します。因数分解というか、括弧を作ると。で、この部分だけ見ていくと、x マイナス1の2乗ってすることによって、まあ、平方完成ですよね。これを作ることができます。ただし、これ展開するとプラス1が余計に出てきてしまうので、その分は引きます。まあ、よくやるやつですね。無理やり括弧を作るやつ。で、このマイナス1を右辺に持っていくと、ちょっとね、行数の関係で省略しますね。こっちに持っていくとこうなる。変形するとね。で、この状態で2乗を取ります。で、そうすると、まあ、左辺は2乗を取るだけなんで、こう。で、右辺はプラスマイナス、ルートをつけて、こうなります。で、まず、ここで、x が1以上なんですよ。1以上。ってことは、ここの、x マイナス1っていうのも、絶対これ正になります。なぜなら、1の時、これ0ですよね。でも、1より大きい数しか入らないので、こいつは絶対正になると。だから、ここ。この答えも、プラスの方しか取れないよね、という話になるので、ここは、マイナスの方は消すと。で、こうなる。で、マイナス1を右辺に持ってこなきゃいけないんで、x イコール、マイナス y プラス1、プラス1。ちょっと変な感じになるけど、こうなると。で、ここまで持ってこれたんで、x と y、じゃあ入れ替えようぜ。ということで、y イコール、ルート、マイナス x プラス1、ちょっと長すぎた、の、プラス1と、こうなります。で、OK。で、あとは最後の変域ですね。まあ、地域求める方からか、いきます。で、これはですね、ここ使います、ここ。今、こいつの2乗が完成してるので、2乗だからこれは絶対正なんです。ってことは、こいつが正なんです。マイナス y プラス1がね、必ず。この2乗は正だからね、ここ使ってね。で、この右側だけ、解いていくと、ちょっと上行くよ。マイナス y、ダイナリーイコールマイナス1となります。で、両辺マイナス処理しなきゃいけないんで、向きが変わると。こうね。で、これが地域。で、それを答えに添える必要があるので、これちょっともうちょっと見ましょうか。よいしょ。x、小なりイコール1を添えて、これで終了となります。なので、まあ、全体的にやることはね、変形して、まあ、これを普通に導くと。で、ルート絶対出てくるので、その時プラスとマイナス、どっち使うのかなっていうのは、ここを使って判断してください。で、この変域を最後添えなきゃいけない場合は、ここの、まあ、2乗のとこですね、基本的には。そこを使って、地域がすぐ出すことができますので、それを入れ替えて、まあ、X とは入れ替えて添えるという形で、ぜひね、解いてみてください。
では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、今回の2番のとか見るとね、あれ NG の基準って何って思う方ももしかしたらいるかもしれません。まあ、もしねそういうのが希望があれば次回違う動画で話そうとは思うんですけど、まあ、ひとまず次回ね合成関数始まりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。